資金に向けてまだまだ準備が山積みですね。離島をよく訪れる商会の役員も招いた方がいいでしょうか。ええ、少なくとも招待状を送る必要はあるかと。ん？あ、あなたでしたか、シャブ行様。わざわざ勘定奉行へお越しいただいたということは、何か重要な用事でも？いえ、ちょうど式の話をしていたようですね。今日はそのことで来たんです。神里家を代表してお祝いに参りました。現在柊木千里様のご都合はいかがでしょう？お嬢様なら客人の応対中です。いつ終わるかは分かりかねますが。神里様、それに使用人の方々もどうぞ中でお待ちください。お茶を準備します。オイラたちは使用人なんかじゃないぞ。おっと、このお二人は私の友人です。イヒヒ、そんなに気を使わなくてもいいんだぞ。友人だなんて。あなた方のお手を煩わせるつもりはありません。私たちは近くを散歩でもしていましょう。大事な式の準備を邪魔してしまい申し訳ございません。柊木様のお手が空いたらお声掛けください。とんでもございません。柊木家の刑事はいつもお手伝いをさせていただいている私たちにとっても喜ばしい出来事。このように忙しくしているのも盛大で賑やかな式を挙げたいと望んでいるからです。時期が来れば家族だけでなく一般の方々にも公表し、皆が参加できるようにします。ええ、素晴らしい心がけです。では私たちはこれで失礼させていただきます。はい、お気をつけて。なんかいろいろと話した割には内容が空っぽだった気がするな。これだから私は社交辞令や世辞が嫌いなんです。都合が悪いのであれば仕方ありません。ここへ来る途中屋台を見つけたので、そこで時間を潰しましょう。そこの亭主はいつも斬新な発想を思いつくので、私もよく通わせていただいているんです。また会ったね、君たち。毎回とんでもない大物を連れてるね。おや、こちらの店主ともお知り合いなのですか？おう、前に稲妻城で将軍様と友樹のところで団子牛乳を飲んだんだ。なるほど、推薦したのはあなたたちでしたか。団子牛乳の話は耳にしていましたが、まさかあなたたちが絡んでいたとは思いませんでした。私も普段彼の屋台の前を通るたびに珍しい飲み物を買っては試しているんです。いつも新しい味に出会わせてくれます。ちょうど離島で屋台をやっているのを目にしたので立ち寄ってみようと思ったのです。神里様たちのおかげで商売もようやく軌道に乗り、僕の創作料理を食べてみたいという人も増えてきました。そして何よりこの調子で創作料理の道を突き進んでもいいのだと自信を持てるようになったんです。より多くの人に僕の料理を食べてもらいたい。
お客さんに創作の楽しさを感じてほしいと、今はただただそう思っています。今回もいろいろと悩んだ末に新しい飲み物の発売に踏み切りました。それは興味深い。どんな飲み物でしょう？お客さんに選択を委ねるんです。自由に食材を選んでいただき、それを牛乳やお茶に入れて飲み物を作ります。団子だけでなく、餅、紅芋団子、黒糖、夕暮れの実など豊富に取り揃えています。それ全部牛乳に入れて大丈夫なものなのか？想像がつかないけど、意外と美味しかったりして。ここに置いていない食材も選んでいいのでしょうか？それはそうですね、問題ありません。もし何かいい食材を思いつきましたら、ぜひ申し付けてください。すぐに買ってまいりますので。もともとはお客さんに自由な発想を与えたいと考えてのことです。僕が用意した食材に固執する必要はありません。それはよかった。ちょうど気になる食材がありまして、スミレウリ、海藻、それから海類種なのですが。そんなの牛乳に入れるのかよ。そうですが、何かいけなかったでしょうか？いやいや、それで美味しくなるのか？大切なのは過程であって、味は二の次。未知の経験ができるのです。なんとも素晴らしいことではありませんか。いかがです？旅人さんは何か思いつきましたか？おいおい、本気かよ。おいらのチャレンジ精神がないだけなのか？いや、じゃあおいらも同じのを一杯。では海藻入り牛乳を3杯。かしこまりました。すぐに用意しますので少々お待ちを。さあどうぞお召し上がりください。海藻がストローに張り付いて吸い取らん。しかし味はなかなかなものですね。海の恵みを濃縮したような風味を感じます。思ったより満足してるんだな。おいらは他にもっといい食材があったような気がしたけど。味を気にしているのですか？当たり前だぞ。美味しい料理を食べて、うまい飲み物を飲む、生きる上で何よりも重要なことだと思うぞ。ええ、その通りです。私もそれらを楽しむことができたらどれほどいいことか。